木曜日9時になりました。西条秀樹初心者の仕入れも秀樹ドキドキ初再現のコーナーということで、お送りしていきたいと思います。今日は西条秀樹さんのライブを初鑑賞ということで、デビュー50周年記念秀樹エモーション2022を見てみたということでお送りしていきたいと思います。西条秀樹さんの例えば夜のヒットスタジオとかザ・ベスト10のああいうスタジオライブは見たことあるんですけども、本当にそのコンサートというかライブの、映像というのを全く見たことがないので、今回初めてですね、このデビュー50周年記念の、2022年のライブ、これはフィルムコンサートになるんですかね、ちょっとわからないんですけども、この後ちょっと見てみようと思います。ワウワウで現在配信中となっておりますので、先週ね、言ったと思うんですけども、たまたま見ていたら、あ、秀樹さんのライブ配信中だっていうふうにね、思いまして、この企画をやってみようということでございますので、この後ですね、やってみたいと思いますけども、その前にまず西条秀樹さんのファンからお便りをいただいております。お便りっていうか、ツイッターのリプなんですけども、こちらランランさんね、ありがとうございます。 CD にはなっていないのでなかなか聞けませんが、1991年のフロンティアロードを聞いてみてくださいということなんですけども、フロンティアロードっていうのは何ですかね。一応検索してみたんですけど、ライブのツアーの名前なんですかね。そういう感じが出てきたんですけどね。で、続いて、サンタフェ、I'll be holding on、走れ正直者ほか YouTube にあります。これは曲のタイトルなんですかね。それともこれも、ツアーの、タイトルなんですかね。走れ正直者だけわかるんですけどね。ちびまる子ちゃんのテーマ曲という感じですよね。1979年ビッグゲームエピタフもすごいです。全てなんですけど、点点点というね、全てこの辺がやっぱファンの方全ていいんだというね、ことだということなんですけどもね、お便りありがとうございます。ぜひね、参考にさせてもらいたいと思いますけども、全くそのタイトルがわからないので、もうまたこれを検索したりしてですね、ちょっといろいろ調べていこうかと思いますので、今回はどうもありがとうございました。こちらも恒例の御礼のコーナーということで、前回配信いたしましたチャット GPT 企画でございましたけども、5日で再生回数1000回ということで、いやー本当にね、ご好評いただいて、ありがとうございます。いや嬉しいですよね。そして、前々回ですね、初見で全曲聴いてみるの4曲目、若い二人の海、こちらも再生回数1000回超えてるということで、すごいですね。で、西条秀樹さんのこちらの木曜日のコーナーなんですけど、今のところ7つの動画配信してるんですけども、すごいですね、全部1000回超えという、いやーすごい、もうこれもですね、ファンの皆様のおかげでございます。西条秀樹さん、そしてね、ファンの皆様の凄さを改めて感じたわけなんですけども、それでは、今回のね、企画に行ってみたいと思います。さあ、ということでワウワウオンデマンドのページに、西条秀樹フェスタイン東京デビュー50周年記念秀樹エモーション2022というね、こちらの動画がございます。横が沢田研二人間60年ジュリー祭りということで僕はジュリーのね、ことを敬愛している、ミュージシャンでございますので、見事お二人がこう並んでいるところがですね、いい感じでございますけども、それでは早速今回も、AirPods を使ってですね、聞いていきたいと思います。それでは全くの、初めてでございます。こちらの秀樹エモーション2022を最初から見ていきたいと思います。さあ、スタートしました。ザ50で、ファンの皆さんがペンライトを持ってこんな感じで振ってらっしゃいますけどね、すごい数のファンの方々です。テーマ曲が流れてきましたね。あ、拍手でパチパチ、あ、すごいですね。あ、バンドがいるんだ。あ、すごいすごい。あ、バンドがいて、で、フィルムコンサートで、声だけ、秀樹さんの、言ったら声というか、で、バンドは全員揃ってるんですね。いや、これはいいっすね。ファンの皆さん、喜ぶわ。若き獅子たち。初めて聞く歌。あ、歌うまいっすね、やっぱりね。おいくつぐらいの時なんですかね。
あ、歌うまいね、やっぱり。偉そう。いや、歌うまいなと思って、すごい。ほら、あの、若い、その、ね、まだデビューの頃の4曲しか聴いてないから、あ、すっげえうまいと思って。これでも、どうやってやってんの？声だけ、うまくこう、声とバンドがこう合わさってますよね。なんか本当に、本当になんていうの？太陽さんが歌ってるようなライブ？フィルムコンサートなのに、いや、なんか泣けてくるね、いきなり。染みるね。なんか1曲目からもう感動しちゃった。だって4曲しか、今まで4つの曲しか聴いてないくて、7本の動画しかやってない。なんかすごくこう、染みてきたのは、染みてきちゃったけど、なんか、いい歌、これ若き獅子たちいい歌っすね、めちゃくちゃ。なんかでも本当になんか染みてくるよ、いきなり。曲の良さもあって、秀樹さんのその、うまさもあって。あ、すごい編成のバンド。ギター2人で、キーボード、コーラス、ドラム、ベース。いやー、いい曲でしたね、すごく。これドラムの方、有名な方ですよね。2曲目始まりました。あ、来た、恋する季節だ。出た、恋する季節だよ。もう覚えましたよ。テリー、あ、うまいな、やっぱり。あ、すごくいいな。あ、すごいうまい。やっぱりそのデビュー曲ですよね。いや、なんか聞き惚れちゃうね。うますぎて、なんかずっとこう一言も発しないでずっとずっとここで見てるだけっていうのも、いやでもすごい、あのやっぱりあのデビュー曲じゃないですか。だからあのそのね、デビュー曲バージョンはういういしいけど、この大人秀樹さん何歳ぐらいなんですかね、この時は。もう全く分かんないや。あのうまいんですよ、めちゃくちゃうまくて聴いちゃう、すごい。いや、このコンサートいいっすね、これ。これだけ、あの、バンドがいて、で、声だけこう、ね、秀樹さんのフィルムを使ってというような感じは、なんか本当に、普通にライブ、ね、秀樹さんのライブ、全く違和感がないというか、見たことないんだけど、他のライブは。いや、バンドうまいな、みんな。このバンド。めちゃめちゃ安定してるバンド。いや、恋する季節いいっすね。ライブテイクいいっすね。あ、めっちゃいいな。いやー、うまいな。やっぱうまいっすね。さすがレジェンドだな。さあ、3曲目は何ですかね。かなりロックなテイストだ。あ、情熱話。これはあれですよね。やめろと言われてもですよね。違う？ヒデキですよね。違うかな。あ、君が望むなら、秀樹か。あれ、やめろと言われてもじゃないんだよ。ないんですね、これは。あ、でもこの歌も聞いたことあるかな。いや、これでうまいことなってるな、フィルムとバンド。これ合わせるの、もう難しいと思うんだけど、なんか、全然違和感ないんだけど、普通のライブ見てるみたいな感じで、全然フィルムコンサートという感じがしない。君が望むなら、秀樹か。聞いたことあるよ、この部分はね。これは有名な歌ですもんね。あ、いい歌だ、本当にこの歌。普通に見ちゃうんですけど。全然。あ、MC だ。秀樹さんは MC してるのって初めて見た。赤いジャケット似合いますよね。何歳ぐらいの時なんですかね。もう全く、お若いから全くわかんない。あ、40周年って言ってる。え？いや、10年前、2012年のライブのフィルムコンサートを2022年にやってるということなんですね。じゃあ、次は最後の愛という曲です。バラード調のナンバーですね。結構、年代的な90年代っぽいけど。ああ、めっちゃいい歌だな、この歌。そして次の曲が、遥かなる恋人へ。これも、この曲もバラードっぽいイントロですね。座って歌ってらっしゃる感じで、あ、立ちましたね。でもやっぱり
ボーカリストですよね。近年はやはりこう楽器をね背負って歌われる方は多いと思うんですけど、こうマイクだけで歌うっていうのがやっぱりなかなかできそうでできないんですよ。うまくないとね。いやーしっとり聞いちゃった。ブーツを脱いで朝食を、なんかこの曲も聞いたことあるような感じするんですけど、有名な曲ですよね。何？単語帳っていうか、こう、あ、いい歌だなこれ。スパニッシュな感じですね。ブーツを、これめっちゃヒットしたんじゃないですかね。かっこいいな。いやどの曲もいいね。やっぱりジュリー好きだから、やっぱある程度同じ年代をこう戦ってきたお二人じゃないですか。だからなんか曲でこう共通点がすごくたくさんあって、どの曲も好きだなと思って、こうパーッと入ってくるというか、この曲すごいいい歌だな、めっちゃかっこいいね。いやこの曲はちょっとヘビロテになりそうな感じの曲。いやこの曲いいわ。ブーツを脱いで朝食をっていう、家入るときとかはブーツ脱がないと食べ物じゃないです。次の曲です。アコースティックギターからスタートする曲。南十字星。ちょっとアダルトな、これも80年代風のなんかこう、AOR 的な感じがしますよね。いやいいね、サビが。そして次が、時の木田橋。うわ、うま。表現力もすごいですね。こうマイクがこう、このマイクをこう離してですね、バーッとこうソウルフに歌うっていうのはなかなかすごいなという。次の曲が渚から。白ジャケット似合いますよ。やっぱり風景がこう降りてくるようなね、歌うまい人はこう物語をこう作ることができるようなところがありますよね。そして次が法要秋。すごいロングブレス、うまいなぁ。次は抱きしめて10番。キアレスウィスパー。これ、ジョージ・マイケルのカバーですよね。あれ？この歌って、郷ひろみさんじゃなかったですかね。これ、西野秀樹さんのカバーなんですかね。あ、いいっすね。ちょっとこう、ボサノバ調の感じのアレンジもいいですね。あ、でも日本語バージョンもいいですね。乗りますね。いいアレンジですね。てっきり郷ひろみさんの歌だと思う。ということで今週はここまでということで、もうかなりあのカメラを回しておりましてですね、ほとんどがずっと見て聞いて聞き惚れてるという感じでございますので、今このお届けしているバージョンはかなりカットした、コンパクトにしたバージョンで、ございましたけども、今回は、1曲目の若き獅子たちからスタートいたしまして、抱きしめてジルバケアレスウィスパーまで、聞いてみましたけどね。印象的だったのはやっぱりブーツを脱いで朝食をという曲はすごくいい曲だなというふうに思ったんですよね。かなりヒットしたナンバーなんじゃないですかね。あと抱きしめてジルバケアレスウィスパーはこれジョージ・マイケルのカバーですね。てっきり郷ひろみさんがカバーしていたのかななんて思ったんですけど、秀樹さんなんですね。あとはやっぱり恋する季節ね、初見で全曲聴いてみるコーナーの1曲目だったわけなんですけども、あ、大人秀樹さんのねデビューシングルはいいなという感じがいたしましたね。この曲やっぱりいい名曲だなという感じがいたしましたけども、次回はこの秀樹リモート2022の後半を、ね聴いて、また感想を、言いたいと思いますので、ぜひ来週もどうぞよろしく。それではまた次回お会いしましょう。ボギー。ご視聴いただきありがとうございました。ミュージシャンのシーレモンです。当チャンネルでは私の楽曲、ネットラジオ、ネットテレビ、様々なコーナーを配信しております。よろしければチャンネル登録、高評価の方をよろしくお願いいたします。シーレモンでした。